先週火曜日、近畿地方に台風が上陸。新幹線は名古屋岡山間で終日運転を取りやめましたが、翌日になって大きな混乱が起きました。16日、JR 東海は始発から平常運転としていましたが、大雨の影響で再び運転を見合わせ、新大阪駅は大混乱に。午後0時半ごろから順次運転を再開したものの、大幅な遅れなどが続き、深夜になっても駅はこの状態に。再開の情報を聞いて駆けつけたばかりに、長時間待つ羽目になってしまったという人も大勢いました。2時ぐらいから再開したんで、よく5時に乗る予定だったんですけど、行けるかなって思ってみたんですけど、東京駅行ったら実際乗れなくて。影響は1日では収まらず、翌日になっても。自分の予約してるのがどれぐらい遅れるのかがちょっとわからないから、身動きが取れないかなと思って、いつになったら着くのか。大幅なダイヤの乱れや運休が発生したのです。なぜこれほどの混乱が起きてしまったのか、 JR 東海の社長は、運行見通しについての情報発信につきましては、これは天候を含めて不確定な要素が多く、はっきりとした見通しをお示しすることができませんでした。私どもとしては最善を尽くしたつもりでありましたけれども、結果として行き届かないところがございました。